村瀬だ。やっぱりいてくれたな。いや、なんか様子がおかしいぞ。さっきから中、人が少なすぎねえか？そうか。動くな。昨日、うちのが松金組弾いたとこやで。登場会の返しを楽しみにしとった。要するに、うちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。やがみさん、どうする？海藤さん、どうするって、こんなのどうしようもねえだろ。やっぱりお前らが登場会やったら、もうとっくに両目えぐってるけどな。傷つけよ、おら！にぎやかなマッチや。一、二発撃ったとこで誰も気づかんで。誰の命令で来た？こいつだよ。今日も口軽いな、海藤さん。あんたは誰だ？教令会若頭、塩やっちゅうもんや。教令会のナンバー2か。東が言ってた。おい、猿ぐつばと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら長い夜になるで。舐めた真似し腐って、そいつからぶち殺したり。え、タボやるや。何や、お前なんで？驚いてる暇なんてないんじゃない？だよな。やるぞタボ。
もういい。ずらけるぞ、タボ。ああ、ここまでにしとこう。おかげで助かった。お前も来いよ。どうした？うん。わかった。え？来んのかよ。待てや。このままじゃ済まさんで、お前ら。ヤクザ舐めとったら命がないで。なんだよ、お面が必要なほど不細工じゃねえぞ。それはどうも。仮面いいのか？だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。よし、行くぞ。